てる人にも誘われたことがないのよ、ね、うん、行く今度配信外になっちゃうよね、配信しようかな、しきちゃんみたいな炎上するよ、またそうか、ユニバーで炎上してたじゃん、この間、あ、ユニバーサルでやってたの、やって、うん、配信してますよねって、一応富士急とかでやったことあるけどね、なんか出たの勝手に、なんかね、人が少なかったから、
マックナゲット3本足のだからチキンを使ってるとかね。これも深海魚とかね。魚なのかな、本当にそれ。魚なのよ。トイレ行かなくていい、あるけど。大丈夫。夢はちょっと焦ったな。誰が言ってたの？ちなみに。ひどんなちゃんと藤見ちゃんと中村くんとあと山田くん。ありえなくもない。じゃあ私今日4時に起きたのよ。悪夢を見て起きたのね、みんな。その夢は私と機長くんが空港に行くね、約束をしてて行くはずだったのに、私が寝坊して、どんなちゃん、ふじみちゃん、中村くん、山田くんに取られちゃうっていう。その4人が駒井くん、先に駒井くんを迎えに行くっていう、ね、夢だったの。で、私はパッと気づいたらもう7時に起きちゃって、いつも通りね、間に合わないんだよ、どうしようどうしようってね、もう私も行きたいのにっていう夢なの。そんなに楽しみだったのじゃ。ん、そうじゃないかな。会いたかった。小前くんに会いたいんだもんね、多分ね。小前くんとエッチしてる夢とか何回か見たもん。それベトナム行ってる時だよね。よかったんじゃない。じゃあ何が良かったって何？あいつとの69がそれほど良かったってことで。そうじゃなくて、ね、普通に好きなんだろうね。お前が？うん。そういう変な意味でないよ。キチョークも出てきたことあるよ。その時もキチョークでエッチしてる。キチョークがめっちゃ乱暴でさ、髪の毛とか掴まれても互い締めにされてそのまま入れられちゃうっていう夢だったの。やっぱ自分の願望なんじゃないですか、ね、夢で見てるの。仲良しの人とか結構絡んでる人が夢に出てくるよね。あれ見ないんだ、覚えてないんだよ夢見ても。眠りが浅い頃。違う、出てこない人は出てこない。よぎまは出てこないんだよ。なんか一回も出てこない。過去にそういう接触があった人が夢出てくるわけでしょ。ひねまもね、ちょいちょい出てくるようになって、なくなってから。しましたね、小前くん。さあ、え、来た、あ、来た、小前くん、おかえり、小前くん、抱きしめて。はい、はい、はい。ちょっと待って、ちょっと待って。ハグハグ。タバコがついたいけど。もう恥ずかしがんないで、ね、行け。こんなに折れたい。やだよ。何？何がついてる？なんかついてる。どこに？これベトナムのお土産？おかえり、小前くん。みんなおかえりって言ってる。やべ、なんか感動するんだけど、どうしよう。久しぶり。
久しぶり。じゃあタバコ吸う？吸いな。頑張ったね。頑張るもクソもないんだけど、パチンコしたね。やばい。顔の色が白くなった。泣けんだけど。白くなった。日に焼けてるから、なんか顔が白くなった。ずっとパチンコにいたから。すごいよ、小前くん。1万。お疲れ様でーす。1万8000人でございますよ。すげえな。いやー、そのお飛行機疲れだ。すっきりしたんじゃない、顔が、うん、やりきった顔してるね。そうそうそう。だから、でも日本にいるの45日間だった。また行くの、うん、感動したんだけど、一人だけなんか思わず。お前くんだ。でもまさか韓国でカッフラッて行ってこうやなと思わなかった。鼻くそが鼻くそが仕方ないな。確かにフラッと行ったよね。こうやなと思わなかった。めっちゃフラッと行った。何時間かかったの帰ってくるの。10時間帰ってくるの。8時間だった。5時間。5時間。どうでもないんだね。じゃあ、うん、昨日急遽ね、小前くん電話して迎え行くよ。なんかかっこいいじゃん、うん、ちょっと一皮むきちゃったんじゃないの。ベトナムで結構持ってるから、ね、結構お遊びも、うん、結構抱いてきた。もうあっちで移住しちゃえばいいんだよ。いやマジでそれ本当にいいと思う。なんで日本に帰ってきたの。いや、ビザが。ビザ。さすがに。今日まで？いや、あと2日あったんだよ。連休絡むから。うん。さすがにやばいだろうね。いや、すごいよ。すげえよ。いや、でも、これから地獄が待ってるから。いいんだよ、それで。ね。お前だけじゃないから。すごいやつだ。みんな地獄か。配信者も多分めっちゃ見てたと思うよ。いやてか、まあ、貸してくれたのもそうだけど、うん、あのマジで匿名でね配信者が投げた時めちゃくちゃしてた。そうでしょ。名前言ってないだけだけど。みんな小前くんに釘付けでしたよ、この1ヶ月。爆弾がすごかった、ほんま。あと投げてくれた人たちもありがとうございます。500万ぐらい投げられたわ。やば。パチンコ営業500万、うん、4月だけで全部パチンコ。それそれはあのふわっちの賞金とかも入れないでってこと、ね、あ賞金も入れてから500何万それ全部パチンコ。すげえな。まあ、そのうち250万は税金ですけどね。あ、そうっすね。その話はまた後で。超先輩。まあ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 。今感動の最後、そうね、まだ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 。他からあの追求していくんで、僕、うん、みんなが気になってるんで、ね。ちなみにガス止まってたよ。やっぱり。え？止まってた。電気はいけてたけどガスはダメだ。ガス止まんのって1ヶ月で止まんないよね。いや、ガスは早いんだよ。早いんだ。でも払った方がいいんじゃない？そっち先だよ。あとドコモが心配だな。携帯。あ、向こうはあれだ、SIM だから関係ないのか。日本の SIM と。今は使えてんの？いや、わからん。まあ、SIM 変えてないから。あ、そっか。ずーっとあの、ジャパンネット Wi-Fi か。うん。携帯だよ。しっか、タバコ吸えないんだよね。でも割と目死になかったわ。逆にパワーアップして。お前荷物それだけ？ああ、こっちも。あ、マジで？荷物？荷物だけ？え、少な。これだけだの。ということで、皆さん、はい、お土産もらえますか？ないっすよ。お土産？ないの？え、ないの？1個
個しか買えなかった。もうお金なさすぎて。その一個のお土産を誰に？一個ゼロワンにあげようかね。100万貸してくれ。なんでゼロワンにはあげて私たちじゃないの？30万だからだよ俺たちは。金の額ってこと？いやでももしかしたら俺のお土産によって本当にゼロワン危ない目に遭うかもしれない。それを持つことあでも私前コマヤ君がベトナム行った時もらったもんね。あのジャケットみたいの。そうです。何を？本当にねやばいかもしれない。やばいものを買ってしまった。何？多分ね俺狙われると思う。うん。何これ？気持ち悪いです。ケンタッキーの。あ、KJU ね、キム・ジョンユ。センスおかしいよね、小前くんね。今回あの着物みたいの買わなかったもん。買わなかった。謎の。買わなかったんで、マジで。お父さんにお土産もないんだろ。やっぱ。行きます？ありがとう。向かい。誰もいなかったの？迎えに来る人。誰もいなかったわ。お邪魔じゃなかったかしら。どれぐらいかかった？2時間ぐらい。いや、1時間40分ぐらいかな。多分。ちょっと痩せたんじゃない？痩せたよ。一日一食だよ。あ、でもちゃんと食べてたんだね。なんか私お母さんみたいに言うことね。ちゃんと食べてたのとかさ、お土産は買ってきたのとかさ。本当。ほんまに。どう？久しぶりの日本は。まだ実感ないかな。いやーでも1ヶ月海外にいるとなんかバグりそうだけどね、感覚を。時差もあるしね。確かに時差の方があんま感じない。でも久しぶりに日本語を聞いたんだよ、ちゃんとした。あ、でもね、でもね、結構日本のお客さんいっぱいいたから、うん、ああ、あの日本食屋さんとかね。誰が行くのかなと。あ、でもね、なんかアムチンから連絡来てたよ昨日。狛江くんを救いに行くっていう配信をしよっかみたいな、はい、ベトナム行って。そしたらもうすぐ帰ってくるっていうからびっくりしちゃったよ私。さすがに不法退去はできなかった。待って、ガス止まって電気動いて、あと水道は出たんだ。すげえ。お部屋もね、ペリッパーくんとか、あとタクマくん、ホラちゃん掃除してくれたかな。綺麗になってたよ、お家。ありがてえっすわ。そうだよ。いやきつかったわ、オナニー生活。え？オナニー生活きつかった。何オナニー生活って。こっからもう女の子だけだよ。え、抱いてないの？あっちで抱いてねえよ。こんな1000万もこじって。トイレ行く？いや、行かないか。俺、それうんちしたの。私行ってこようかな、一回。お前もっと行って、俺もトイレ行く。ちょっとなんで今、カッコつけた？つけてないけど。だから、カッコよくなってんだって。もう、確かにカッコよく見えるわ。なっちゃって。なんでだろうね、借金いっぱいあんのにね。借金を背負うと人はカッコよくなるのかな。追われてる人間の方が、人間の男の方がかっこいいんだよ。人間っぽいって感じでね。何も追われてない人生。なんか美化、いろいろ美化しようとしてね、いろんな意味で。そうだよ。無理やり美化しようとして。
まあいいんじゃないですか。でもさ、なんかお父さんがキレてたって本当？ごめんね、印鑑証明持ってこいって。どうしたの？知らねえ。詳しくは聞いてないんだ。答えてくれんかったの、折り返しても。え、じゃあ静岡すぐ帰んなきゃいけないの？帰らねえ。帰る必要性ないの？持ってかないの？じゃあ持ってかないの？関係ねえもん、知らねえし、何かを答える前俺は帰らん。お父さん電話した方がいいんじゃない？今戻ったよって。いや仕事だよ。え、仕事だからね。マーク後ろでいいの？プラス今日返してくれる？絶対無理。なんで？これね、そのために今日来たんだけど。返せ返せ返せ、絶対無理。サワリパーク絶対ないから返してよ。マジデブ？デブ？マジデブ。あ、びっくりした。ね、いいゴミ分だわ、海外行って金使って。人気出ちゃってさ、羨ましいわ。いや、自分が何言ってお願いします、お願いします、お願いしますってさ。好きなのどうぞ。カフェラテ。カフェラテモカ最低。ホットでいいの？ホットで、寒いから風邪ひきたくない。アコマイクのなんか BGM 流れてるよ、ほら。お金は無駄にしちゃダメよ、みんなに早く返さなきゃダメ。結局ベトナムで1,000万円。次行ったら絶対取り戻すベトナムで。今年中にまた行く。ちょっとね、悩んでる目をしてるね、これは。奥の方にいるわ、どうしようみたいな。あ、先生もうすぐ出来上がりますよ。もうすぐ出来上がりですよ。あ、いいじゃないの。ありがとう。熱い？美味しい？美味しい。私もコーヒー飲もうかな。あ、紅茶飲もう。あ、やだ、奥に行っちゃった。ある？すごいベトナムクオリティだ。ちょっと先生、先生後ろ。もういいや、10円だから。10円、10円だからいいよ。お前、お前くん、ちょっと大丈夫？お金を見る目がすごいっすね、先輩。喫煙所は奥ですね。あ、すごいニコニコ。あ、でもね、空が綺麗だわ、ほんと日本。ああ、あっちのダナンも綺麗じゃない？黄色がかってるね。どういうこと？空がこんな 青いやつはない。目が黄色のあれフィルターかかっちゃってるんだよ、なんか砂があるから。砂？マジでマジで。どういうこと？でもさ、日本はいい匂いするよね。ああ、ベトナムはなんか花みたいな匂いしない？空港朝が臭いんだよ。そうだ、朝が臭いんだ。あ、じゃあ黄砂じゃない？黄砂、黄砂、花粉とか。花粉はないんだけど、そのさ、イエローベースみたいな感じやめてくれない？マジで快晴球する。鼻くそついてるよ。だよね、思いっきり。だよ、なんでこのデフォルトなんだろうね。わかんないわ。なんでだろう、わかんない。鼻がでかいと鼻くそたまりやすいのかな。でもさ、さっき空港から現れた時はかっこよくて泣いちゃったんだけど、今見たらもう慣れちゃったね。
もうない。もうない。もういつもの狛江くんだもん。もうその感動なし。もうフィルターがかかってないわ。カエル化した。カエル化、カエル化した。うわっ、びっくりした。何？うわ、びっくりした。本当に。危な。まあ、疲れてんじゃないの？大丈夫？でもね、生活のルーティンはマジ良かった。ああ、ほんと。朝から起きて。朝から起きて。夜寝て。夜寝て。また朝起きて。また朝起きて。だってもう1時にはもう寝てたもん。ああ、そうだね。だら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 酒飲んでない。うん。そんな時間もったいない。でも日本にいるとき結構めちゃくちゃだったもんね、生活ね。うん、まあ、規則正しいよ。1000万使って規則正しい生活だったね。金には変えられないから。そうだよ。で、得たものは大きかったんだね、狛江君。多分。そうだよ。でもさ、朝から晩まで打つってすごいよね。疲れない？疲れる。あ、お父さんに電話しないと。親父には電話したの。じゃあもう帰ったよぐらい言えばいいんじゃない？今到着したって。パパが一番連絡待ってるかもしれないよね。いや、もう配信見てる。見てるこれ。あけひこさんいる？いると思う。いたらコメントってほしいな。仕事中かな。いや、多分朝の配信を見てたと思う。朝だって7時からでしょ。うん。その時ちょうどもう待ってて時間だよ。私の配信ってこと？うん。絶対見てる。そうかね。え？電話すれば？みんな電話しようって言ってるよ。やだよ。あ、やだ。すいません。おいしょ。でさ、印鑑証明は取らなくていいの？いいよ。なんで？必要ないよ。取った方がいいんじゃないの？印鑑証明使うの？わかんないよね、その3枚っていうのは。だからなおさら電話した方がいいんじゃないの？印鑑証明3個と、うん。なんだろう。戸籍抜かれちゃうんじゃないの、熊井くん。それか、生前の遺産相続じゃない。マジで。生きてるうちに名義を狛江君に変えるんじゃないの。最近流行りじゃん、あの生きてるうちに渡すの。親父に遺産なんてないと思うよ。意外と隠してたかもしれないよ。ないな。息子のピンチの時にお金を出すと。株とかさ、いっぱい持ってたらどうする？持ってない。NTT かなんかの株。すごいね。ビットコイン持ったらどうしよう。あ、ビットコイン。ビットコイン、親父が持ったらびっくりする。アケヒココインがあったりしてね。すごいことになる。1000ビットコインぐらい持ってたらやばいよ。やばいよ、マジで。奥だよ、奥。奥だよ。大変なことになる。でも狛江くん効果で秋彦さんの閲覧も増えてたよね。素晴らしいね。荒れてただけだ、ね、荒れてた。もう帰る間際の時すごいかわいそうだった。荒れちゃって。あのお父さんも顔に出やすいよね、結構。やらない方がいいと思うんだよね、配信。お父さん反対なの？でもいいじゃん、あれでちょっと稼げる、お小遣い稼ぎできてもさ。ねえ、お酒代かなんか。お茶バッグはもらってるの？もらってるっしょ。あれ、車どれだっけ？あ、これか。これだ。これじゃない？あら？
ごいね、なんか背中が大きくなったような感じがする。ちょっとお待たせ、あ、寝ちゃってるわ、寝てないからね、今日大丈夫、昨日の昼から起きてる。何してる、何してない、エッチなことしてる、全部エッチだ、何してた、トイレ、タバコだよ、お願いします。とりあえず寝ますね。え、どこもしょ、結局行くのか、あ、そうだ、そう、そっちが先だ、どうすんの、いくらぐらいだの月、あ、まあ、レコマイコって1台だけだっけ、2台で2万円なの、そんなもんじゃない、それを優先的に払いましょう。あのちゃん家の近くにドコモショップあるって。え、ある駅前に。予約したら。あれ予約しないと多分ね、後回しにされるよ。どん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 。ねえ、それセンター。南。センター南と北にもあるかも。なんかこれトラウマカタン、前も同じことなかったっけ、クマイコ、すごい養分です、あ、養分だ、あるね、ドコモショップセンター、センター南、10時から、10時から入ってますよ、これめんどくさいよね、予約取んないといけないから、
だったのに私がピンチヒッター切れ間に爆睡して寝ちゃったんだよ。私はだって最初に言ったじゃん、気が引けるわってみんなに言ってんねん、大丈夫かしらって。最初乗り気じゃなかったよ。そう、乗り気じゃないのよ、やっぱなんか悪いことしてるみたいな。でもどん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 人がさ2階に上がってくるからさ、やんなきゃいけないのかなみたいな。無理やりね。爆睡してるしね。ポリンスが悪いんだよね。確かに流れを作ってこなかった。乗り良さそうに見えて乗り悪いもんね。本当に嫌がってたからね。本気で今日中村くんもね。中村くんもいなかったっけ、あの時。それは違う会館。ね、悪いんだよ。その時の出来事を全部ツイートしたのよ、事細かく。してたっけ。してた。なんだろう、これ少し黙ってとかさ。私が黙ったらお通夜だよ。みんな疲れてんのかな。元気なのは私だから、私が喋ってるの。おなでん誰でした？おなでん？ワッチの配信じゃん。昨日ね。あ、でもオナニーはしてないよ。ただムラムラしただけ。ムラでん。あ、でもね、出会い系がね、バンになっちゃったのよ。そういうものもしてないのに今プロに頼んでる。プロ？プロ、お金払ってる。出会い系ができないかな。2万円ね。レンタル彼氏みたいな。デリヘルの男バージョン。2000。うん。なんか前乗りとかでさ、ホテル入るじゃん。その時に毎回呼んでんだよ。自宅じゃなくて。そうそう、自宅はなんか嫌だね。嫌じゃない？自宅はね、自宅でやってたんじゃないか、出会い系の時だった。出会い系はいいんだけど、プロは嫌なんだ。逆じゃないの、だって出会い系の方が外の方がいいんだよ。だって素性がバレるじゃん、プロだから。なんだろうね、なんかプロは嫌なんだよ、私家によると。あ、違う、自宅まで呼ぶと高いんだよ、純粋に。2万円のが3万円になるんだ。1万円高いんだよ、交通費とか。都内から来るから。そう、何の話をしてんの。もうマイクの話終わっちゃってるね。ベトナム編早かったな。この話は自爆でするじゃない。あ、そうだね。ここで話すももったいないもんね、ぶっちゃけね。あとでゆっくりお前くんの枠で聞けばいいんだよ、ベトナムの裏話を。4億すごい、パチンコやね。ずーっと思っててね。ベトナムの話ってパチンコしかないほとんど。垂れ流しだもんね。めっちゃいいホテル泊まってなかったお前。あれいくらだな、1日。最後泊まってたところが、最上階の2階で、ベッド、キングサイズ。ねえ、ベッドでかかったよね。大変で、シェアルーム、部屋別々、シャワー別々。じゃあ去年泊まったとこは行かなかったの？で、それを最初の2週間くらいめっちゃ行った。あそこ高いもんね。普通にいきなり、じゃあ今日から泊まりますって行けるんだ。あれはシェアだけど、普通の一人用だとデポジットあって、
ここはなんか観光地だもんね。リゾート地。新築のリゾート地ね。もうそうだよね、かかるんだもん毎日ね。最初はそのうん、大みそかとか顔ごとに負けすぎてすごい止まれんくなって、あ、だんだんランクが下がってくるんですよ。見つけ出したのがそのめっちゃ系冒険してた。そのうち外でなんかね、お魚なんか引いて寝ちゃうんじゃないかなってね。無理だった。でも基本的には別に外で寝れるよね。海岸とかで寝れそうじゃない？ドンに変えるとちょっとお金持ちになった気分なんで、もうね、いっぱいもらえるから。
ドも多いしみたいな。コマークベトナムは次いつ行くの？明日から行くか。確かに。下半期編があるの。韓国？上半期はベトナムね。あ、ちょっと充電して。それ毎年恒例にすればいいのにね。今週1億ぐらい負債になっちゃったな。だって上半期で1000万でしょ、下半期でまた1000万1年で2000万負けてみたいな。あ、センキュー、やばいよね。1億だといくら使える？いや、俺の狛江と同じでいっちゃう。いっちゃう？同じぐらいの滞在期間で。脳みそは似たようなもの。ショックも危ないね、じゃあ行ったら。いや、だから、お前はパチンコ行くじゃん。またカジノの方で行っちゃう。カジノだったらワンチャン戻せるからね。でも手持ち金がないと無理じゃん。そうなのよ。カジノは持ってれば持ってるほど儲かんだよね。チャンスがあるからね。そうなのよ。少ない額ででかく勝つって難しいよ。なんかちょこ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 なんかこうひよってる人はやっぱ私みたいにひよるんだよ。そういう人は負けんだよね。ビビっちゃう。ドンっていくでしょ。なんか養分とコマイクはドンってかけんだよ。10万とか。だから去年勝ったもんね、2人ともね。
ちゃダメだぜ。ダメ。見せちゃダメ。見てなかった。
すね。観光とかいいんじゃない？シドニーだ。シドニー。着いた。でも着いたよ。うん、家の前のコンビニだって。今ふじみちゃんからの金10万でしょ。よく引っ張ったで。怖かったわよ本当に。でももう俺その時のもう理性失ってるから、うん、もうゼガヒーでも借りてパチンコしたかったから、うん、早く稼いやと思った。でも私の奴隷になる条件でしょ。うん、何でも分かったもん。うちらは何でも分かったもん。でも返すまで奴隷だからね、藤見ちゃんは、うん、一人一人条件違うかも、うん、奴隷とか。だって J さんの奥さんからも借りたじゃん、うん、お前一緒。本当に、うん、あやちゃんから。あやさんから。マジってんの、うん、J さんにはメダルで返した。
あ、何、一緒にいたってこと。うん、5万円分のメダルで返して、で俺は北斗打ってたんだよ、うん、で、あのもう天井がもう少しで、うん、で、もうさーって言っても時間なかったから、うん、レイさんちょっと、もうあの3000円でもいいんで貸してくださいっつって、うん、そしたら税さん思ってなくて、その時 あやちゃんがいて、でちょっとあやちゃんに頼んでみって言って、うん、あやちゃんすいませんお願いしますってあやちゃんに返して、やばそれは返したんだ。返した、そこですごいね、あっちゃらこっちゃら。テンダーくんとこは借りてないの。テンダーくんはあのシムカードとかシムカードのお金渡してくれ。優しい、優しいね、めっちゃ。それは返した。すんのこまえくん、こっかな。なんてことか、なんとかね、なんかその心配するほどでもなくない。いや、心配するね、1000万使ったんだよね。結構楽観的にね。うん。どうにかなるさん。どうにかなるでしょ。でも逆にそっちでよかったわ。落ち込んでなくて。あね、嬉しいか。だから配信でも話したけど、うん、1000万円を負けるってさ、じゃ一般人の人がさ一生に一度できるかできないかって言ったらできないわけ。できないね。でしょ、うん、その経験があるじゃん、うん、その経験ってさお金では買えないわけ。わかりますって、うん、結局お金で買ってるけどね。お金で買ってるけどな。小前くんにしかわかんない世界だね。うん、美化して言うけど。こういうのはなんていうか知ってる。何かも。200万負け。違うんだね、感覚が。いや、違う。だから俺も300万、あのね、200、300万いった時はちょっとマジやばいなと思った。なんかもう、うわ、最悪やって。もしかしてパチンコのよくあるあの、超えた瞬間のあれ、どうでもいいやモード、うん、どうでもいいやモード。とにかく、借りてもなんでも打ちたいっていうモードがあるんだよね。そう。あ、おいしょ。でもそれはさ、普段、額が違うじゃん。桁が違うじゃん。桁が違う。5万からとかじゃん。うん。そのモードに入るのは。うん。お前はだから悟ったんだね。その行っちゃいけない、飛び越えちゃいけない境地に入ったんだよ。そう。そうだよね。で今0円だったら、払ったらまたお金なくなるじゃん。うん、でまたそのために働いて、また0円になるじゃん。うん、こういうなんか自転車操業みたいな。最初はでもそうなるんじゃないの。あ、下ありがとう。そうなるんじゃないの。でも結局支払いで終わっ、最初は終われるさ、ね、だから貯金をしなきゃダメだよね。無駄遣いしないの。今できない。終われる方が楽しい。なんなそれ、M なの。終われたい。終われる方が俺かっこいいみたい、中二病みたいな。そう。昨日、藤見ちゃんがはっきり言ってたよ。借金して、あんな顔してんのってね、いないと。うん、ね、普通はね、借金したらあんな格好つけないみたいなこと言ってたよね。そうだよね。ズバッと言ってたよ。ズバッと言ってたけど、でもなんとでもなるからね。普通は恥ずかしいことですと。人にお金を借りることは恥ずかしいことですって言ってたよ。OK、じゃあこっちで、みんなね。はーい。